ゆっくり文庫。ジョージ・エイ・ロメロ。ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド。夕暮れ時、錆びれた墓地に一台の車がやってきた。運転しているのは、姉のバーバラ。助手席でぼやくのは、弟のジョニー。二人は母の頼みで、父の墓参りに来たところだった。彼らはまだ気づいていないが、世界の終わりが始まっていた。着いたわ。やれやれ、5分の墓参りに往復6時間とはね。ジョニー、あなたが寝坊するからでしょ。運転もしてくれないし。帰りは運転するよ。車の鍵をもらっとくね。それじゃ行くわ。そこの花束を持ってきて。はいはい。お、ラジオが直った。戻ったか。視聴者の皆さん。中断から放送を再開します。中断からお、ま、いっか。姉さん、ラジオの不調は放送局の問題だったよ。そう。修理しなくて済んだわね。バーバラとジョニーは父の墓の前にやってきた。日曜なのに誰もいないな。もう日が暮れるからでしょ。でもほら、あそこに男の人がいるわ。なんだあいつ？酔ってるのか？それより花を添えてちょうだい。毎年花を添えてるのに、毎年新しいのを買わされる。ジョニーもお祈りして。祈るのは教会だけでいいだろ。あなたは教会に来ないじゃない？お、この木は覚えてるぞ。子供の頃、ここで鬼ごっこしたね。僕がお化け役になったら、姉さんは本気で怖がってた。忘れたわ。僕は覚えてる。あのフレーズ。奴らが迎えに来るぞ、バーバラ。奴らが迎えに来るぞ、バーバラ。やめなさい。姉さん、気をつけて。地獄の門が開いて奴らがやってくる。ほら、そいつだ。ジョニーはふざけて、墓地にいた男性にバーバラを押し付けた。じゃあ、すみません。ちょっと。やめて、話して。なんだ、痴漢か？お前、それ以上近づくな。くそ。話せ。なんだこいつ、異常だぞ。やめて。もつれて倒れたジョニーは、墓石に頭を強く打って、動かなくなった。ジョニー、嘘でしょ？冗談はやめて。いや、近寄らないで。誰か助けて。バーバラは逃げた。男がついてくる。動きは鈍いが、諦める様子はなかった。バーバラは民家に駆け込んだ。玄関に鍵をかけ、窓から外を見るが、男の姿はなかった。すみません。誰かいませんか？暴漢に襲われたんです。警察を呼んでください。留守？でも鍵がかかってなかった。恐る恐る家の中を調べると、台所で死体を発見した。パニックになって外に飛び出すと、墓地の男と鉢合わせた。こいつめ。男が倒れた。背後にいた若者が、バールのようなもので打ち据えた。墓に帰れ。若者は滅多打ちにして、頭を破壊した。どやろしい？落ち着け。外は危ない。家に戻れ。君はこの家の人間か？違う。私。奴らの侵入を防ぐんだ。板張りするから手伝ってくれ。私、その。しっかりしろ。死にたくなければ俺の言う通りにしろ。はい。俺はベン。君は？バーバラ。バーバラ、奴らの動きは鈍いが数が多い。囲まれたら助からない。囲まれる？すべての出入り口を塞ぐんだ。俺が釘を打つから、板を押さえてくれ。いいな、はい。ベンの指示は的確だった。板張りが終わった時、奴らがやってきた。なんなの？このまま叩かせるのはまずい。
手伝ってくれ。ソファーを燃やす。ソファーを燃やす。合図したらドアを開けろ。今だ。ベンは灯油をかけたソファーを外に投げて、火をつけた。炎にひるみ、奴らが家から離れる。これで時間を稼げるだろう。あの人たちは何なの？どうして襲ってくるの？わからない。わからないってどういうこと？わからないんだ。俺はビークマンズの食堂で働いていた。気がついたら奴らに囲まれていた。何が原因で、どこから始まったのか、全くわからない。街は全滅したよ。警察も消防も、生きている人間はいない？そんな。外にいるのはボートじゃない、怪物だ。脅しも言葉も通じない。しかも人間の肉を食いやがる。だがわからないのは、手足がちぎれても死なないことだ。体が腐った奴もいる。何言ってるの？信じられないことだが、死体が動いているとしか思えない。死体が、この家を取り囲んでいる？もう外は暗い。朝までここに立てこもるしかない。嫌よ。俺だって嫌だ。だが死にたくない。食われるのはもっと嫌だ。どうしてこんなことに？バーバラ、君は近くに住んでいるのか？いいえ、父の墓参りに来ただけ。弟のジョニーと一緒に。そしたら変な人に襲われて。そうよ、ジョニーを助けに行かなくちゃ。まだあそこにいるのよ。もう死んでるよ。死んでないわ。お願い、助けに行って。ダメだ。人手なし、人手なし。自分だけ助かればいいって言うの？黙れ。ああ、ベンが強く打ち据えると、バーバラは気絶した。このまま寝かせておこう。今のうち食料や武器を探しておくか。バーバラが目覚めると、ベンはラジオを聞いていた。今何時？21時だ。ラジオはなんて？ボートによる無差別な殺人が流行してるって。被害はアメリカ全土で起こっているようだ。マスコミも政府も、状況を把握できてない？まあ、放送してるのは被害のないところだから、死体が歩いてるなんて報告は信じられないだろう。これからどうなるの？政府は今いる場所に待機しろと繰り返している。相当混乱しているようだ。救助隊が組織されるのを待った方がいいな。パンと缶詰があった。少し食べるといい？いらない。台所の死体は片付けておいた。刺し殺されたようだが、この家の人だろうか？私にわかるわけないでしょう。墓参りに来ただけなんだから。わかった。わかったよ、バーバラ。ライフルは俺が装備する。2階の窓から周囲を見てくるから、何かあったら呼んでくれ。バーバラがぼんやり宙を見ていると、階段の下にある扉が開いて、見知らぬ男が這い出してきた。あなた、誰？騒ぐな。騒がないでくれ。近寄らないで。静かに。どうした？なんだお前は、どこから入った？待ってくれ。私は正常だ。地下室に隠れてたんだ。この家の住人か？違う。殺したのか？違う。俺じゃない。あなた、どうしたの？ヘレン、出てくるな。地下は何人いるんだ？正常ならまず、銃を下げてくれ。わかった。俺はベン。彼女はバーバラ。奴らに襲われ、この家に逃げ込んできた。私はハリー。妻のヘレン。下に娘のカレンがいる。私たちも同じだ。娘が怪我したから、地下に隠れていた。バーバラが駆け込んできた時、なぜ助けなかった？地下じゃ何も聞こえない。それよりラジオだ。状況を知りたい。待て。なぜラジオがあるとわかった？地下は音が聞こえないんだろ？うるさいな。それなら言ってやる。悲鳴やら物色する音がしてるところへ、どうして出ていける？常識で考えろ。だから知らんぷりか？待って。待ってちょうだい。主人は気が立ってるの。今は情報が欲しい。ベン、あなたのラジオを聞かせて。いいでしょ？わかった。
私はカレンのそばにいるから、何かあったら呼んでちょうだい。ふん、ふん。どうしたの？お父さんは？今上で今後のことを話し合っているわ。噛まれたところは痛い？感覚がない？ふん、ふん。早く病院に連れて行かないと。緊急放送は同じことの繰り返しだった。被害者に食べられた痕跡があると報じられたが、死体が起き上がることは未確認情報とされた。これは、地下室にこもっていた方が安全だな。地下室は出入り口が一つしかない。侵入されたらおしまいだ。それじゃ上は安全か？案内たばり、すぐ突破されるぞ。そうならないよう、みんなで補強するんだ。いいや、地下室の方が安全だ。たった一つの出入り口を守ればいい。常識で考えろ。いいさ。下ではあんたがボス、上では俺がボスだ。娘さんもかわいそうに。父親がバカで。お前、私を誰だと思っているんだ？ニートのくせに。俺は働いている。正社員か？それが今何の関係がある？もうやめて。ハリーさん、ここを突破されたら地下室も終わりです。地下にこもっていたら救助隊が来てもわかりません。今はみんなでここを守りませんか？わかった。君の言うことにも一理ある。俺の意見だ、ベン。家の補強を手伝おう。バーバラさんはラジオを聞いていてくれ。午前3時、状況が変わった。政府がついに行ける屍、ゾンビの発生を認めた。死体には近づかないこと。速やかに火葬すること、ゾンビは頭部を破壊すれば倒せることが報じられたが、原因はわからないままだった。未知の放射線が検出されたようだが、発生源も、影響範囲もわからない。もはや市民に対処できる状況ではなく、最寄りの避難所へ向かうよう指示された。避難所には食料や治療設備があって、地元警察と州兵が守りを固めているそうよ。この辺りの避難所は、ウィラード医療センターか。ここから27キロ先だな。しかし怪我した娘を背負って切り抜けるのは不可能だ。俺が背負えば突破できる。そういえば、娘さんはどんな怪我を？奴らに噛まれた。それじゃ感染してるかもしれないな。感染、ふざけたことを言うな。常識で考えろ。常識が通じない状況だろうが。お前が心配することじゃない。あのなぁ、落ち着いて。医療センターへ行くのは賛成だ。早く娘を治療したい。バーバラ、君の車は？墓地にあるけど、鍵はジョニーが持ってるから。裏にあるトラックはガス欠だった。納屋にガソリンタンクがあった。あそこで給油できる。よし、俺が行こう。松明でゾンビを遠ざけ。トラックを給油して玄関前につける。無謀だ。外はゾンビでいっぱいなんだぞ。せっかく板張りしたのに、出入りしたらそこが弱くなる。だがやるしかないだろう。上では俺の指示に従え。なんだと。まあまあ。あんたは2階の窓から火炎瓶を投げて援護しろ。バーバラ、君はドアの開閉を頼む。トラックをつけるまで、ヘレンと娘さんは地下室で待機。よし、やるぞ。作戦が開始された。ドアを開け、ベンがトラックまで走る。守備力な山で移動できたが、給油中に松明から引火、トラックは爆発炎上してしまった。ベンはライフルでゾンビを撃ちながら戻ってきた。しじった、開けてくれ。ドアを開けるな。でもそれじゃ。早く開けろ、ゾンビが来る。ダメだ、ベン。ここは開けられない。ゾンビが家に入ってしまう。てめえ、引きずり出してゾンビどもに食わせてやる。ベンは助走をつけ、ドアを突破した。すかさず板でゾンビを押し返す。バーバラが釘を打つ。ハリー、手伝え。ハリーはライフルを奪って、後ずさった。ここはもうダメだ。私たちは地下にこもる。最初からそうすべきだったんだ。ハリーさん。ベン、お前は危険だ。血が足らん若造にリーダーは務まらない。ふざけるなぁ。あ、危ない。お前みたいな奴がいるから。ベンはハリーに掴みかかり、ライフルを取り返した。銃口を向ける。よせ、
人間を撃つのか？殺人だぞ。調子のいいことを言うな。うは、こいつ、どうしようもない。カレン。ハリーは地下室へ転がり落ちていった。ベン、早く戻って。もうダメ。あ、諦めるな。絶対に。その時バーバラは、向こう側にジョニーを見つけた。ジョニー、生きてたのね。早くここから入って。おいバカやめろ。家の中はもうゾンビでいっぱいだ。地下室の扉は頑丈だから、突破されないだろう。結局、ハリーが正しかった。ベンは階段を降りた。先ほど撃ったハリーと、その妻子に、向き合わなければならない。ハリー、生きてるか？上はダメだ。ここに籠城するしかない。わかってほしいんだが。ハリー、死んだのか？ヘレン、どうした？まさか。来るな。ベンは少女の顔を撃てなかった。来るな。はあ、ゾンビに噛まれるとゾンビになる。感染するんだ。ということは。まさか、ヘレンも？すまない。ヘリコプターの音、銃声、人の声、地下室の階段でまどろんでいたベンは、はっと目覚めた。救助隊だ。近くにいる。慎重に扉を開ける。ゾンビは救助隊に向かって行ったらしく、家の中は空っぽだった。ベンは2階の窓から身を乗り出して、手を振った。おい、ここだー。助けてくれー。うっしょ。その調子、目と目の間を撃つんだ。今のやつ、手を振ってませんでした？そうかい。珍しいやつもいるんだな。よし、あの家も探索してくれ。動かないやつも頭に一発ぶち込んでおくんだ。それから死体を集めて焼くぞ。こら、お前ら、ゾンビで遊ぶな。あ、すいません。このゾンビ、知り合いなんです。まだたくさんいるから、ほどほどにしておけ。了解。救助隊はドヤドヤ家に入ってきて、死体に鍵をかけ、引っ張り出した。ベンの死体も、ゾンビたちと一緒に燃やされた。こうして、最初の夜が明けたのだった。ご視聴、ありがとうございました。